はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、城之内克也です。さあ本日なんですが、決闘者伝説というイベントが2月の頭ぐらいにですね、東京ドームで行われまして、これ何かっていうと遊戯王の25周年の記念イベントになっておりまして、めちゃくちゃ規模が大きくて、ものすごい量の人がね遊びに来ていたんですけども、この東京ドームイベントでいろんなその商品を売っていまして、まあ買えるもの全部買ってきたんですよ僕。今日ですねこれを開封していこうと思います。はい、これなんでこんなに遅くなったかっていうと、単純に量が多すぎてめっちゃめんどくさかったからですね。こんだけの量あるんでちょっとあまりにも億劫すぎて、ちょっとそろそろ諦めたなというところで、開封をしていこうというふうに思っております。で今日開けていくのはこのプレミアムパックっていうもの、これのちょっと4ボックスぐらいちょっとロマンとして僕取っておきたいんで、これの6ボックスぐらいをちょっと開封していこうと思ってます。はい、ストラクチャーとかこの T シャツとかこのデュエルセットも、あとこのストラクも、これもねロマンとして僕取っておきたいんで、保管してある場所があるんですよ僕、遊戯王の商品とかが今までのパックもちょっと取っておきたいんで、まあその辺はちょっと置いといて、まあこの6ボックスを開封していく動画となってます今日は。はい。で、一応ね、入場者特典がね、これは僕1個ちょっとお友達から購入したんですけども、これがねすごくてね、要は行っただけでもらえるみたいなね、このね東京ドームブルーアイズ、かっこいいでしょこれ。これもうなんか入場者特典だけですげえかっこいいんだけど、これとか。あとね、こっちはね、ブラックマジシャンですね。こっちは、ブラックマジシャンが入ってる。2月の3日土曜日に行った人は、ブラックマジシャンがもらえて、4日の日曜日に行った人は、ブルーアイズがもらえるみたいな感じで、ちょっと分かれててね、だから、まあ両日行く、の人が一番あざわったと思うんですけども、これもね、かっこよかったので、ちょっと一応これは見せつけて、自慢して、ドヤ顔をしておきたいなというふうに思ってます。はい、というわけで、早速ちょっとプレミアムパック開けていきましょう。何が入ってるかとかはちょっとこの後説明します。何が入ってるかっていうね話なんですけども、ちょっとね実はね2月の3日の土曜日当日に僕我慢できなくて、当日その場で開けちゃったんですよ、2ボックスぐらいそのぐらい我慢しろよという話なんですけども、そこで開けた2ボックスからはですね、封印させてエクゾディアとあとトライフォンドラゴンのクオシクが出ました。1ボックスに1クオシクは確定してるんですけど、いろいろね、まあ、種類があってさ、このレアリティも、これは結構当たりで、まあ、これも結構当たりなんだけど、入ってるカードがどういうカード入ってるかっていうと、まあ、そもそも超ロマンカードだよ。アルティメットドラゴンとか、メテオブラックとか、トキマとかね、あとゲートガーディアンとか、気まぐれの女神とか、マジシャンオブカオ、ブラックカオスとか、こういうね、めちゃくちゃね、熱いね、こういうね、カードが入ってる、スループルの草。で、これで、この中の、まあ、どれかランダムに苦労式が入ってますよ、みたいな感じになっていて、で、レアリティもすごい種類いっぱいあるんですよ。例えば、メテブラックドラゴン見ていただいて分かりやすいんですけども、これが、いわゆる祝、シークレットレアなんですよね。で、これが普通のウルトラレア。これがウルトラレア。で、こっちが復刻版ウルトラ。わかります？イラスト違うのわかります？イラストっていうか、枠の大きさ違うのわかります？これ。テキストの。この小ささね、これ。これ懐かしいでしょ、これ。こんな小さいテキスト欄に、今、現代遊戯王のカード、テキスト収まるわけないと思うんですけども、まあまあ、過去も、昔も収まってなかったっていう説あるよね。これがね、実はね、この復刻版イラストの、エクゾディアが、めちゃくちゃ低封入率らしいんですよ、これ。封印されしエグゾディアが。これが欲しいのと、あと、単純にこれのね、クオスクか、復刻版どっちかがめっちゃ欲しいんですよ。ブルーアイゼッキー一応ワンチャン入るんで、アルティメットドラゴンは。まあ、ネオアルティメットのコストにしかならないと言われてるけどね。これがちょっと欲しいので、まあ、これかこれのクオスク、ちょっと狙って、まあ、これ出てるからもう、これの、アルティメットレア、間違えた。これの、ちょ、興奮しすぎて、マニって分かんない。これの、復刻版か、またはこれの復刻版、おわくよしく、これを狙って、今回はちょっと開封していこうというふうに思ってます。やっていきましょう！デュエルスタンバイ！
本当にね、およそこういうので僕、神引きってしたことないんだよね。ちょっとやっていきましょう。復刻版は、まあまあ熱いです。ちなみに、この復刻版のイラストが出た瞬間に、まあまあね。シークレットだったら、結構、当たりの方。メテオドラゴン。ドラゴンっていうか、亀。あ、ちなみにね、血統者伝説一応ね、あ、マジシャンオブブラックス。あ、でもこれ、あれか。復刻版じゃねえな。当日のね、人の混み具合がやばすぎてね、あんまりイベントの、なんだ、アトラクションというか、は、ほとんど回れませんでした。僕は、ちなみにね。あー、お前、惜しいな。これね、復刻版がめちゃくちゃレアなんですよ。これほら、新規ラストというか、テキスト欄でかいでしょ。やっぱテキスト欄でかいのはね、微妙なんだよね。だから、詳しくだったらいいんだけど、まあ、マジシャンオブラックガスも、これも光ってれば、多分結構、価値的には高いし、コレクター需要も高いですし、みたいな感じだね。メテオドラゴン出すぎだろ。大砲ドラゴン、お前もそうだ。気まぐれの女神、スループルの枠さ。うわあ、コスモクイーン、ごめん、なんかすぐシュッて出ちゃった。コスモクイーン。おぉ。反応に困るな、コスモクイーンは。まあ、そんなにかな。まあ、そんなにかな、という感じ。ゲートガーディアン、メテオドラゴン。まあ、あと召喚者だから、もうサクサクいくわ。はい、はい。メテオドラゴン。ああ、惜しい。うわ、お前じゃないんだよ。新規イラストじゃないんだよ。旧イラストというか、復刻版が欲しいんだよ。これ、このイラストがね、欲しいの、とにかく。いや、マジで惜しかったな、今。千年原人とかも、これ、コレクター需要は高そうなんで、これもまあ、公式とかだったら、結構ね、何、当たりの方だと、当たり寄りだと思う。多分ね。うん。ああ、これもね、これね、宿なんだけどさ、これさ、新規イラストじゃないですか、この、テキスト欄が。これが、復刻版だったらシークレットだけでも結構値段するというか、復刻版だと、の方だと、クオシクがないからさ。だからこっちが、旧イラストの場合、シクだったら一番最高リアリティなんで、それも結構ね、当たりだと思います。これ、はい。ダンシングエルフ、ファイアウィンペガサス、コスモクイーン、気まぐれの女神と。いやー、これですよ、皆さん。これが現実。二目目いこう。ちなみにね、東京ドーム、当日はね、僕YouTube でメンバーシップやってるんですけど、メンバーシップのね、メンバーと、あれです。オフ会をやってました。結構。なんか、麻雀とかしてた。おい、遊戯をしろ、うん。かっこいいけどね、この復刻版のマジシャンオブブラックカオスもね。いや、これ宿だったらね、めちゃくちゃ、欲しかったけど、まあ、宿じゃなかったら別にいらねえかなっていう話。ツルプルンの宿とか、これ誰か喜ぶのこれ。まあ、ツルプルファンはいるか。でも世の中に。ゲートガーディアン。コスモクイーン。これ、いきなり来るからな。ちょっと、光ってるのどこにあるから確認していい？ああ、結構後ろの方だね。割と、後ろの方だ。で、マジシャンオブブラックカオス。新規イラストの宿も、まあ、かっこいいんだけどね。やっぱ、どうせ宿だったら、復刻版が、やっぱりね、いいですよね。どっちかっていうとね。うん、メテオブラックドラゴン。マジシャンオブブラックカオス。エビルナイトとかも多分、コレクター需要はめっちゃ高いよな。ツルプルン。いやー、お前が、いや、結構でも意外と出るな。なんかアルティメット全然なんか封入率そもそも低いみたいなことを聞いたんだけど、なんかアルティメット自体は結構出る、ね。で、コスモクイーン、ファイアウィングペガサス、クレセントドラゴン、時の魔術師、そろそろか、そろそろか、まだ違うな、そろそろか、まだ違うな、そろそろか、まだ違うな、そろそろか、そろそろなんじゃないか、まだ違うな、そろそろ、全然来ないな。なんだ、いつ来るんだ、そろそろか、ちょっと、クイズ大会、これ次だ。はい。次ですね、これ。クイズ大会いきまーす。打点、500、400、時の魔術師ですね。多分時の魔術師だと思います。500、400とかにいたっけな？あ、ですよね、はい。まあ、別にいらんかな。別にいらんかな、今更時の魔術師は。まあ、どうせ出るんだったらバニラの方がいいね、もう、もはや。バイナーの方が今。ああ、もはやな。時の魔術師か。はい。で、メテオドラゴン、カイルスライム、千年原人、ゲートガーディアン。ああ、惜しい！復刻版エクゾディアとか急に来る可能性あるからな。で、メテオドラゴン、ツルプレン、メテオブラックドラゴン。はい、オッケー。いや、これね、まあ、今のところ2ボックス引いて、まあまあ外れって感じなんだけど、いや、まだ4ボックスだから。3ボックス目いこう。
ちなみにね、イベント当日はね、まあ、ちょっとの、商品だけ買って、ちょっとだけイベント回ったけど、これ人やばすぎ無理ってなって、もう拒否反応を起こして、あ、これどこにあるかだけ確認しよう。あ、結構後ろの方だな。だから、即座に、帰ってきて、で、みんなでパチスロ打って、メンバーと一緒に。スマスロ北斗の剣打って、で、ちょっとだけ当たって、まあまあまあ負けて、ほんで、飲み会やった後に鉄回した。徹夜で麻雀した。ちなみに麻雀はめっちゃ勝った。ポイント的にはね。エビルナイト、マジシャンオブブラックカオスウルトラ、かっこいいね。なんか大学生の夏休みみたいなね、一日だったんですよね。で、朝8時ぐらいまで麻雀打ってね、その日の電車で帰ってきたから、なんかほんと、うわ、惜しい！めっちゃ惜しい、これ！めちゃくちゃ惜しかった。これがね、新規イラストじゃなくて、復刻版だったらマジで、新規イラストっていうか、新規、なんていうのこれ、わからない。何このテキストで大じゃなくてテキスト小だったらめちゃくちゃ熱かったけどね、これ。惜しい、めっちゃ惜しい、これ。だんだん近づいては、引きが、だんだん近づいては来ている。大当たりの波に。うん。マジシャンブラックオース、はい。ファイアウィングペガサス、カイルスライム、クレセントドラゴン、クレセントドラゴン。クレセントドラゴンとか最近マジで見ねえな。うん。使ってるやついんのか。レベル7、2200、2350。お前何しに来たんだ。メテオブラックドラゴン。いや、欲しい。これも欲しい。アルティメット。アルティメット、まあまあ出るの。さあ、何色でしょうか。何色なのかな、これは。通常モンスターっぽいな、色的には。あ、まあまあ、この時点で、まあまあ、千年原人とかの話だからな。千年原人のステータスは2750だぞ。2750。2850。え、トライホーンじゃね？これ、ステータスで大体分かっちゃうな。2850がトライホーンだろ、俺。あー、なるほど。持ってんだよね、もう。これなんか当日さ、開封したやつから出ちゃったんだよね、これ。これね。まあ、被るっていうことはね、あるでしょう。これは仕方ないと思います。はい。で、チルプレン、トライホーン。モジシャンブラックカオス。いや、惜しいな。こっちの軸じゃないよ、だから。何回も言ってるけど。まあ、惜しいよ、とにかく。ギリギリを、なんか、かわしてくるな。今回はトライホンドラゴン。うん。さあ、4ボックス目。クレセント、カエスラ、コスモクイーン、マジシャンをブラックカオスの、新イラストシークレット、あ、まあ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 、オッケー。まあ、ちなみにどこに、あ、惜しい。どこにあるか、だっけ。あ、一番後ろだ。お、一番後ろだな。これ一番後ろにあるわ。一番後ろにある、ウィンサラシエクゾディア、マジシャンブラックカオス、メテオブラックドラゴン、マジシャンオブブラックカオス、エビルナイトドラゴン、気まぐれの女神。ちなみに気まぐれの女神とか、千年、なんか今、現代遊戯王で使ったらワンチャン活躍でき、なんかさせることできそうじゃない？サポートカードいっぱいあるし、なんかコインとトスとかの。ワンチャン、なんか気まぐれビートみたいなできそうじゃない？できないかな？千年原人、気まぐれの女神、トライホーン、気まぐれの女神、アルティメット、ウルトラのウルトラ、いらない。一番いらない今。最もいらない。カエルスライム、はい。マジシャンブラックカオス、スループレーン、メタボリックガイ、大砲ダルマ、メタボリックガイ、ゲートガーディアン、祝。まあ、かっこいいね。まあまあかっこいい。で、クレセント、メテオ、トキマ、コスモクイーン。コスモクイーンってさ、2900なので、OK。2900が出たらちょっと絶望するっていうところで、はい、カンニングしたら、気まぐれの女神、封印させてエクゾディアのウルトラ。まあ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 、これもね、まあ、惜しいんだよね。だからもうギリギリなんだよね。ギリギリのラインなんだよね。ランシングエルフ、コスモクイーン。ダンシングエルフ。さあ、近づいてきました。カエルスライム。ダンシングエルフ。ファイアウィングペガサスの次ですね。さあ、2900でないことを祈る。2900で、打点が2900でないことを祈る。2900ではない。2250、1800。え、これファイアウィングペガサスじゃん。上にあったわ。上にあったわ。これファイアウィングペガサス切った。ファイアウィングペガサスはまあまあ、まあまあだろ、これ。これ多分ね、コレクター需要結構高そうですよね。うん。ま、ちなみに、ま、実際のデュエルで使うか使わないかというと絶対使わないんだけど、ま、多分ね、コレクター需要が高いカードなんだよね。この千年原人とかさ、ファイアウィングペガサスとか、ああいう系のカードって。ま、トライホーンもま、似たような理由で、ま、なんかね、ある程度の、コレクター需要はありそうだけどね。さあ、5ボックス目、そろそろ追い詰められてきた。いや、やばい。もう、いよいよ、まあ、結構序盤の方にあるな。結
構追い詰められてきてます今。まあ僕が欲しいのはさっき言ったようにエクゾディア復刻版とアルティメットクロシックなんで、ちょっとねハードルはねバカほど高いことを言ってるのは実は自分でも分かってはいるんですけど、うん、いやでもねなんかねこういうねボックスでね俺紙引き一回でいいからしてみたいんだよな。俺マジで紙引きってしたことないんだよな今まで生きてきた中で。本当に皆さんはありますか。次あたりじゃないこれ、これはバニラ、いや、バニラだな、バニラだ。バニラモンスター。バニラモンスターだったら、エビルナイトとかがいいな。2350希望。打点2350希望。打点2750。2750誰？ちょっとね、テキストだけ読んでいい？ 2750 誰だっけ、これ。あ、原人だ！原人だ！原人だ！いや、これ、まあまあ当たりなんじゃね？多分。ごめん、全然俺、調べてもないんだけど、これ、まあまあ当たりなんじゃないかな。原人は。うん。多分ね、この味種類はね、バニラの中ではね、結構当たりだと思うよ。うん。割と引きはまあ、バニラの引きは、なんか強そう。あとは紹介試合でさっさと行きますけども。あれが出るかもしれませんけどね。なんだっけ。エクゾディアの、復刻。出るかもしれないけどね。うん。いや、それ出てほしいなぁ。ゲートガーディアン、千年原人。復刻版ね、これかっこいいよね。千年原人の復刻版めっちゃかっこいい、これ。これなんか、何、状態がいいと、要は一番最初に発売された千年原人めちゃくちゃ今でも高いと思うので、はい。カイルスライムの敷くとかも、煽り性能高そうだね。煽り性能高そう。ほぼベトベトン。で、気まぐれの女神、トライホンドラゴン、メテオブラックドラゴン。はい、封印されしエクゾディア、いや2種類来たらったら1枚ぐらい復刻版くれ頼む。エビルナイト復刻版かっこいい。アルティメットダンシングエルフ、ダンシングエルフ、メテオドラゴン、突起の魔術師ファイアウィングペガサス、エビルナイト祝ファイアウィングペガサス、ダンシングエルフ、千年源氏ファイアウィングペガサスと。あ、なるほどね。いやこれ結構なんかバニラの引きは、まあ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 悪くないかなっていう感じはするけど、まあちょっとあと1ボックスしかないんですよ。あと1ボックスで来てくれますかね。さあ、ラストボックスになりました。まあ一応ラストボックスがまだあるんだけど、一応。まあちょっと取っときたいから。一応まあ俺の中ではラストボックス。もう、これで終わってもいい。だから、ありったけを、いきます。集中、集中。いやーこれは、あ、え、復刻シークレットじゃん。やべえ、なんかこの謎のこの動き、この動き良かったかもしれない、意外と。いや、これ復刻版シークレットアルティメットドラゴン、これ結構レアですよ多分。これ、これはレア。なんなら、今まで出た25周年 とかのカードよりも全然嬉しいんだけど。これね、要は復刻版の中でシークレットレアは一番その高レアリティなんですよ。詳しくがないから。だから、これはマジでレアだと思う。ちょ待って、これは、これマジででかい。今までのカードの中で多分一番でかい、これ。かっけー。いや、ま、本当はね、クオシキが出てくれれば一番よかった。まあ、クオシキ出るかもしんないからな。このボックスから。わからんから。ちょっと、行くわ。メテオ、大砲、ダルマ、アルティメット。アルティメット、まあまあ出るね。カイスライム。このネオ、これさ、アルティメットめちゃくちゃ出てるからさ、このネオ、ブルーアイズ、アルティメットドラゴンだったら、これ100連打でできんじゃないこれ。わかんないけど。カイエルスライム、メテオドラゴン。はい。コスモクイーン、コスモクイーン、あ、待って、これどの辺だっけ。あ、後ろの方か、結構。結構後ろの方。で、ダンシングエルフ、千年原人、クレセントドラゴン、大砲、ダルマ。いや、じゃ、忘れてた。これやんないと。ふっ、ま、ふっ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 、パワー貯めるわ。右手に。パワー貯めた。完全に、これ、神引き来た。これが来る。復刻版、エクゾディアと、アルティメットのね、クオシク来るよ、これ。来ますよ、これ。見ててください、これ。越城さん見ててください俺の引き、いきます。そろそろ来るんじゃない？行きますって言って全然来てない。待って、いつ？あ、来た！来た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 。
まずは紫。まずは紫。まずは紫。紫ではない、バニャだな。うむ。バニラか。この時点で、その2匹強くないことは確定したんだけど。ダテンX。ダテンXだよ。かぶりだけはやめてくれ、頼む。あー、緊張してきた。最後の1ボックスだもんな。緊張してきた。行くぞ。2900個、お前コスモクイーンじゃねえか。コスモクイーンやないか。多分ね、これとこれだったら、多分こっちの方が多分レアリティ高いと思います。なんかこの、こことここの間に天と地の、差がね、多分ね、あると思う、これ。うん。多分、こんぐらいの高低差あると思う。こんぐらいの高低差。高低差伝わんねえか。マジか。つなぐれの女神、スリプレン、イビルナイト、メテオドラゴン。なるほどですね。まあ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 。これが出てくれただけでよしとしましょうか。はい。まあ、ちょっととりあえず、まあ、どれが出たか、ちょっと一応まとめてお見せしたいなと思います。はい、というわけで、僕の引きはこんな感じでした。一応ですね、今回の、引いた、標識はこの一番上のこの一列で、で、これがなんかフライング気味に引いてしまっていたやつ。で、これ。多分ね、このどのカードよりもこれがめちゃくちゃ嬉しいです、僕は。はい。まあ、あとブルーアイズデッキ普通にお尻に組んでるっていうのもあるしね。なんでこれが出てくれたから一応なんかこの辺とか聞いたけど、まあ、これとかやばくない、これマジでいらねえ、マジでいらねえけど、だけどまあ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 これが出てくれたんで、まあ、なんかギリギリ耐えたかなと思うけど、どうだろうね。ぜひね、決闘者伝説、皆さんも、遊びに行った方いらっしゃいましたらね、僕が何が当たりましたっていうのを教えていただけると、しっとり、狂って、ブロックするかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。じゃあな。